夢キノコ、キノコ美の世界へようこそ。今日は夢キノコが皆様を奥山の天然舞茸のキノコ狩りに招待します。2021年の天然舞茸狩りです。あなたは舞茸を知っていますか？香り良い美味しいキノコですね。では天然舞茸は知っていますか？天然の舞茸とはどんな色、どんな形をしていて、どんなところに発生するのでしょうか？さあ早速出かけてみましょう。最新の2021年の舞茸狩りを紹介します。宮城県の天然舞茸の奥山発生は例年9月中旬から10月中旬です。発生する樹木はすべて広葉樹で、ミズナラ、コナラ、サクラ、ブナなどです。最も多く発生するのがミズナラです。今回は栗駒山山麓のブナミズナラ金剛林を覗いてみましょう。採取した舞茸のホダギは周長が6メートル以上あり、圧倒的に他の樹木をしのぎ、その高さは30メートルを超えます。昨年のこのホダギの発生は10月3日です。本日は9月10日です。私の勘は当たるでしょうか？当たりました。発生しています。前年までのこのホダギの記録9月15日を5日更新です。東側に3株、北側に17株、西側に1株、合計21株発生しています。あと2から3株ぐらいは発生するでしょう。この日は全て採取しても 2kg にもならないので、採取を見送ることにしますか？でも初物はどうしても食べたい。3株だけを試食用に採取することにしました。この日発生していた21株すべてビデオと写真に撮影しましたので、ごゆっくりご覧ください。1本のホダギにこんなにたくさんの舞茸が発生しているのは大変珍しいことです。9月10日から5日後の9月15日に採取に出かけました。天気が良かったので大きくなっていることでしょう。やっぱり大きくなっています。これまでこのホダギ最高 8kg 超える大きさです。 10kg 以上あるでしょうか？ありがたいです。競争相手は9月20日前なので誰も来なかったのでしょうか。早速ビデオと写真の撮影開始です。最初は写真撮影、次は正面と側方からのビデオ撮影、そして最終シーンの撮影、最後採取した舞茸を持参した大風呂敷に並べて最終成果の撮影です。
この日の様子のすべてをビデオと写真に撮影しましたので、ごゆっくりご覧ください。すべてが私一人での作業なので、3時間ほどかかりました。最終シーンなどは見にくいと思いますが、ご勘弁ください。今日は熊とも会わず、楽しい時間を過ごしました。本当に嬉しい一日です。60リットルリックに撮影機材を含めて20キログラムの総重量ですが、抵抗なく下山しました。舞茸の収穫の多い重量は大歓迎です。
天然舞茸狩りのビデオは満足しましたか？雄大な環境が残る宮城の自然をいつまでも大切にしましょう。ご鑑賞ありがとうございました。またお会いしましょう。